漫画新連載研究会新刊レビュー班。この番組は漫画新連載研究会の活動の一環で毎週1本新刊を選んで考察し配信していく番組です。はい、はい、風見京介です。そうです、お願いします。今回扱う作品は何ですか？はい、エデンゼロ。はい、じゃーん、真島博先生です。はい、どんな作品でしたか？はい、ですね、少年がですね、周りが機械だらけのテーマパークに生まれ育っていたと、そこかに現れたヒロインと共に宇宙へ飛び出し、そして宇宙にはでかいお姉さんが浮いており、はい、でもヒロインは YouTuber でもあるので再生数を伸ばすためにお姉さんに会いに行こうという話です。はい、はい、ね、この作品実はさっきまでああでもないこうでもないってずっとね喋ってたんだよね、1時間ぐらい喋ってたから、ね、喋ってスペース、ね、スペースファンタジーらしいですよ。そうですか、たぶん見尽くせぬ、ね、はい、作品だったと。はい、じゃあ東西さんからのまず推薦文を読みます。はい、少年が宇宙を舞台に YouTuber のようなヒロインとゲームファンタシースターシリーズのような冒険のために出る、作者の真島先生かは世間一般の漫画家が戸惑うような創作物からの影響を隠さず自作品に取り入れるスタイルであると。それも迷いなく楽しげに、今作も少年が初めて描いた漫画のような自由さを感じた。作者と読者の目線の近さは共感性とつながっている。見開きや大まではキャラクターの目線が読者へ向くように描かれていたり、少年漫画としての基本も外していない。真島先生大ヒット作品の秘訣が今作にもあったということです。はい、はい、まずちょっと補足しとくと、これはね、なんかディスってるように思われかねないんですけど、そういう意味じゃなくてですね、あの創作物からの影響を隠さず自作品に取り入れると、はい、なんていうか、あの法に触れない範囲でパクるのはあのテクニックです。なるほどね。そしてテクニックというか、天性の才能ですね。なのでこれは、マジでそうだね、長所です、これは。いや、全然パクってないでしょ。パクってはないけど、まあ、世の中の人たちの考えでパクリって広いんで。そうだよね、で、すぐ言うからな。強く影響を受けてたらパクリになっちゃうんで。なるほどな。そんなこと言ったらほとんどの作品全部そうなるからな、でもね、強く影響を受けて自作品に生かすのは本当ね、いいことなんですよ。料理の仕方です、どんなに影響を受けてもね、やっぱ自分の作品は自分の作品なんで。そうだよね、違うと言いますからね。素材、大根使うのでね、大根使ったらパクリだって言われても困るっていう、ね、感じだと思います、で、どうでしたか？これね、こういうね、ゲーム的な世界観とか好きなんですけど、はい、って感じで読んで、まあ俺じゃない人がこの世界観好きになってハマるんじゃないかなっていう感じでした。はい、後藤先生からですか？僕はね、これを言えと言われたから。そうね、ついそう、そう、まだまだ実はいろいろ足りてないところはあるよねと、ね、真島先生に対してお前何を言ってるんだっていうことになるよね。でもね、実際じゃあもうこれが足りてないんだよなっていうところを言うと、それがでも後々の魅力になるというのを先に言っとくけど、まず主人公の動機ね、YouTuber 的な再生数を稼ぎたいんだというところに、多分そんなにこれ読者が「おおそうだ頑張れ」っていう再生数稼ぐぞという状況にも、まあ、なってないんじゃないかなと思ってて、実はこれ仮のものだと思うんですけどね、結局。だからこれ後で見つかってくるんだと思ってて、あとはこの世界もすごい難しい世界だと思うんですよね。まず宇宙を描くっていう、宇宙ってすごいふわふわするから大地がないし、でそれをこの世界いいな、魅力的だなって見せるためには、まずそもそもこの世界どんな感じのところなんだろうっていうのを分からなくちゃいけないと思うんだけど、それもこの世界で真になってるものっていうのが何なのかっていうところがまだまだ見えてきてないことによって、ちょっと完全に見えてきてない。多分エーテル的なことも言ってるから、ここら辺が核になる世界なんだろうなというのは、感じ取りつつも一巻の段階ではまだがっつりは描いてないっていうところ、大きく言うと大体このあたり2点。世界の真っていうのは何？世界の真っていうのは、僕はファンタジー作品っていうのは、そのファンタジーの世界が何を大事にしてるのか、何が価値を持ってるのかっていうのが、があるとこの世界こんな感じなんだなってわかると思ってて、ね、ハンターハンターで言うとハンターライセンスというものがすごい力を持ってて、それがあるかないかでめっちゃ違ってっていう世界なのかとか、その
剥がれんで言えばその世界では錬金術というなんかその透過交換という考えがすごい大事で、ね、そこにあるエネルギーが大事なんだみたいな、この世界で何が大事なのかっていうのが分かるのはそういう世界なのね、もしくはカーストとかでも全然いいんだけど、うんうん、あこういう感じの世界なのねっていうのが分かる。もう宇宙ってやっぱでかいから、それをあこれこういうところなんだっていうのって分からせる。しかも相当ファンタジーを入れてるので、この本物の宇宙じゃないから、その作者の考えてる作者の頭の中に入ってる世界観を、あこういう世界なんだって読者に伝えるのは相当難しいと思っていて、うん、でそれはまだ一巻の段階で完全に入りきってないと思うんですよ。でもっていうのがね、物語としてちょっと足りてないかなって思っている部分で、あこれ前提としてちょっとお伝えしておくと、うん、あの特に漫画においてハイファンタジーは難しいっていうのがもう定説というか、共通理解でありまして、うんうん、ローファンタジーはその現代を舞台にちょっと不思議なことがあるみたいなやつで、ハイファンタジーはもう完全にファンタジーの世界。そうなんだよ、ね、ハイファンタジーを漫画で描くのは基本的に難しいです、うん、でもう本当にだからこの世界今はね、その世界でちょっとキーになりそうなでっかい女の人がまあうちに浮いてるんだけど、今さあ冒険の始まりを進むのでって言われて、よしまた進むぞって思わせるためには、本当にその世界、この世界に魅力があるからこそその世界を冒険したいとか思うわけで、ってなるとその世界の伝え方だよね。真島先生もまだハイファンタジー難しさ問題に一巻はの段階では克服できていないと。うん、でもそれで真島先生の作り方の場合、僕はそれでいいんだと思っていて、徐々にというと、はい、これ徐々に足りないものを補強していく系、これ週刊連載のいいところとかだと思うんですけど、うん、もうどんどん自分こう書いていく中でこんな要素が足りない足りないっていうのをかっこいいキャラを入れて、でキャラの関係性を入れて、ね、感情のやり取りドラマを入れて、そして熱い思いが入ってきて、世界もどんどんその世界の核になるものが見えてくるっていうのをどんどんと追加していくことによって魅力がガンガン増していくっていう作りだと思っていて、だから一巻の段階ではこれでよくて、そうやって足りないものが補強され、多分だからその世界で大事にしているものとか見えてくるはずなんですよ。それが見えてきたらもうみんな虜になってるみたいな、そんな作りなんじゃないかなと思っています。これはより伝わる週刊少年漫画の正しい作り方であるという、そういうことを言って、来週のことを何も考えないスタイル、その通りですノリが大事。さっきね、加賀先生もちょっと言ってたんだよね、週刊連載とかね。そう、俺はね、俺は何せ週刊連載経験者ですからね。そうだね、週刊連載ってやつはですね、うん、毎週毎週アンケート見て頭をひねって、なんてだって思ってこれが足りんのかみたいな感じで、毎週毎週こうなんかね、作戦会議して担当とかね、うんうん、これじゃないですかみたいな感じでよし、じゃあ今回これ全力でやってみようみたいな感じで毎週考え方コロコロ変わって今週これみたいな感じで来週あれやってみようみたいな感じで毎週ジタバタする全力で、それが大事なんだと思っていて、うん、それでしょ、それだと思う。それでどんどん楽しいの追加してって、うん、実際ね、うん、なんかだいぶ話作っといて、うん、でここでこういう伏線あってこうやってみたいな感じを一周一周きちっと書いてる頃よりも、うん、ジタバタしてる時の方がはるかに人気が高い。おー、うん、そうなんだよね、負けのわからない世界ですよ。予定帳はもう、予定帳はなんかもういいんですよ、読者は、うん、もう作者が考えてることなんだと、うん、ね、もう動かせてくれと作者もわからんことをやる、ジタバタしてあげて出てきた奇跡を見たいんですよ、ね、うん、すごいね、そうだよね。真島先生はもう本来そういう作家であるという作家なんことなんですかね。そうなのかもしれない。俺たちは真島先生が何を知ってるのか。最終話までのプロット全部作ってますけど、どうしようみたいな。フェアリーテールはね、予定通り69巻で終わりましたよみたいな、63巻で終わりましたよみたいな。確かに。そう言われたらどうしよう。まあでも大まかな流れがね決まってたとしても、その時々の演出どうするかとかね、やっぱりライブ感あると思うんだよな。今のこの可愛さとかもなんか大事な要素ですよね。あの1話のヒロインはエロかった、うん、あとねドラゴン結構グッときた、うんうんうん、そういうとこ、そういうとこで最後もかっこいい人が出てきてね。あ、そこはそうでもないかな。あ、ほんとこれ大事なんだって絶対猫入れ始めはそうかなと思うんだけど、この愛こいつらの友情最高じゃねえかみたいなことになってくるんだから、習慣で追うのがおすすめだね。そうです、うん、という感じ。じゃあチャンネル登録をお願いします。画面右下にねチャンネル登録ボタンがあるので、
ポチッと、あとは下、スマートフォンの場合には下に赤いボタンがあります。じゃあ、また次回。確かに。はい。